ヤハロー、三崎美沙です。皆さん、サブモニター何使ってますか？まあ、サブモニター自体使ってないっていう方もね、いるかもしれないんですけど、やっぱりこう2枚、モニターを並べてですね、こっちではゲーム、右の画面では、配信ページを開いたりだとか、デスク環境がより快適になるんですよね。で、まあ、デュアルディスプレイにするってなった時に、サブモニターを何するか問題っていうのが出てくると思います。で、多くの人は安いフル HD のモニターか、高いけど映像が綺麗で作業スペースも広い 4K モニターにするのか、この2択でね、悩む方っていうのが結構多いかなっていうふうに思います。このフル HD を選択するメリットって、まあ、安いことじゃないですか。この 4K モニターを選ぶメリットって、映像が綺麗かったり、まあ、作業スペースがね、すごい広く使えるっていうところで、もうこっちもね、メリットが結構大きいんですよ。でもデメリットっていうのがやっぱり高い。でも性能は超いいっていう、すごい悩みところなんだけど、この 4K が欲しくても高いから買えないっていう方もね、たくさんいるかと思います。そんな方にいいんじゃないかなって思うモニターをね、ちょっと見つけちゃいました。で、今回紹介するモニターっていうのが、このイノシンさんというメーカーさんのモニターになります。これ以前ね、紹介してすごい好評だったメーカーさんだったんですけれども、今回もこちらイノシンさんのモニターをレビューしていきたいと思います。そして大事な価格なんですけど、お値段がなんと 34,399 円。めっちゃ安い。さらにタイプ C だったり HDR400 対応じゃないモデルだったりすると、さらに1万円安かったり、もうとりあえずね、イノシンのモニターっていうのが超コスパ高い。なので、まあ、今まで買えなかった方も新たな選択肢ができるね、いい機会になるんじゃないかなっていうふうに思います。で、普通にレビューしてもいいなって思ったんだけど、ちょっとそれじゃあね、面白くないなって思っちゃって、今日何するかっていうと、この後ろに置いてる、いつも私が愛用している、11万9000ぐらいする 4K のモニターがあるんですけど、このモニターとね、ちょっと比べちゃおうかなっていう風に思います。さすがに勝てないと思うし、もう値段がね、まず違うんですよ。もう 3,4 倍するね、モニターと比べて、どないすんねんっていう風に思われるかもしれないんですけど、まあ、そんなに高級モニターと比べてどうなのかっていうところをね、ちょっと見ていこうかなっていうふうに思います。まあ、そこまで差がなかったらさ、ええやん。これ どないなんかな、これやったらいけないことなのかな。あまり良くはなさそうなんだけど、まあやっちゃおう。はい、ということで、もう箱から出しちゃったんですけど、まあ、細かくね、見ていきたいと思います。まずこれがアームの土台が入ってますね。あ、四角いんだ。四角、こんな感じの四角い土台が1枚と、じゃーん、おー、こんな感じのアーム部分、かわいい。なにこれ、なんか物差しみたいになってる。このね、土台部分の下側にもなんか定規みたいな感じで、なんかメモリが描かれてる。あ、これ電源ケーブル。あ、え、こっちタイプの電源ケーブルです。え、珍しい。普通はね、結構ね、電源が大きくなりがちで、ケーブルをね、まとめるときに鬱陶しかったりするんだけど、これ1本でね、いけるっていうのはちょっといいかも。まあ、ケーブルがね、その代わりにちょっと太くはなっちゃうけど、 HDMI のケーブルが1本と Type-C のケーブルが1本入ってました。で、商品の保証っていうのが1年間みたいです。はい、それじゃあモニタースタンドをつけていきたいと思います。モニタースタンドはここの部分にプスッと刺して、この裏側にあるこのネジをね、くるくるっとして止めていく。はい、つけました。で、これをよいしょ、こんな感じで広げて、それではこれつけます。ここに、はい、こうするだけでつけれます。このあたりもね、安いモニターだと、もうこうカチャンってね、簡単に取り付けれないものだったりっていうのが本当に多いんで、組み立てやすいっていうのはね、すごいいいポイントかなっていうふうに思います。はい、それでは早速お披露目いきます。じゃーん、おー、あ、
じなんや。前のモニターとちょっと似てるかも。モニター部分すごいね、薄くてかっこいい見た目をしてます。まあ、あとはこのね、画面が映らない非表示領域っていうのがね、どれぐらい太いのかっていうのがちょっと気になるポイントで、ちょっと裏側見ていこうか。はい、こちらが裏側でございます。裏側かっこよくない？安いね、 4K モニターだとは思えないような見た目。デザインがねすごいミス的に超好み。この裏側のこの下側の方にちょっと穴が開いてるかと思うんですけど、なんとこのモニターですね、スピーカーっていうのも搭載されてます。でモニターについてるスピーカーって結構音質悪かったりするんですよね。なんでもうこのモニターの音質っていうのもちょっと気になるところかなっていうふうに思います。そしてモニターの向きなんですけど、横にマイナス45度からプラス45度まで回転します。そして高さの調節は 0mm から 120mm までの調整。そして傾きはマイナス5度からプラス20度で、垂直に角度を変えることもできまして、まっすぐね縦画面で使うこともできます。縦の状態で回転させたりっていうことも全然できちゃいます。続いてモニター背面にあるインターフェースなんですけど、左側から HDMI が1つ、その横にディスプレイポート、そして Type-C、オーディオ、そして電源になります。このモニターは Type-C させるっていうのはめっちゃ嬉しい。はい、そしてこちらのモニターの詳細を説明していきたいんですけど、こちらのモニターは IPS パネル、とても綺麗に見えるパネルが使われています。そしてリフレッシュレートは最大で 60Hz になります。そして今回のモニターっていうのが普通のゲーミングモニターに比べて色味っていうのがとてもいいモニターになります。まあ、それがねなぜかっていうと、まあ、sRGB っていうね、まあ、それは聞いたことある人も多いかなって思うんですけど、その色空間をどれぐらいカバーできているのかっていう値がありまして、それがこちらのモニターは 100% カバーしているみたいです。そしてさらにその sRGB よりも広い色空間の規格っていうのが DCI-P3 っていうのがさらにね大きい規格があるんですけど、そちらがですね 93% カバーしているモニターになります。なので、まあ、普通のゲーミングモニターに比べるとよりね色味が綺麗なモニターなんじゃないかなという感じになっています。なので、まあ、普通のゲーミングモニターを使うよりかは、まあ、こういったね、モニターを使った方が画像の編集だったり動画の編集だったり、まあ、色をね重視するっていう点では、すごいいいんじゃないかなっていうふうに思います。私も高いゲーミングモニターとか買ったけど、動画編集をする時にねすっごい困ったんですよ。色が変。そう、ゲーミングモニターって色が変なんですよ。その色味っていうのはあんまり重視する人おらんかもしれへんねんけど、動画の編集だったり画像の編集だったりするときにマジで困る。だからそういったね仕事をしようかなとか、まあ、してる方だったり、まあ、YouTuber になろうかなって思ってる人だったりねっていう方は、色をきれいに映るモニターっていうのは絶対に必要。その色味が良ければ、まあ、映像も綺麗に映ったりもするかと思うんで、まあ、そのあたりっていうのもちょっとね注目して見ていきたいと思います。それでは実際にこちらのモニターの電源つけていきたいと思います。はい、モニターをつけてみました。つけて、いつものね映像を映し出しています。どうですかね。で今からこのモニターと高級モニターを並べてね比較していこうかなっていうふうに思うねんけど、どっちの映像がどっちのモニターかっていうのは隠します。隠すので皆さんでどっちがね高級モニターなのかっていうのをね見分けてみてください。それではいきます。むずくない？これ、わかんなくない？ほぼ変わらん。まあ、こっちのイノシンのモニターは値段がね超安いのに、パッと見マジでどっちがどっちかわかんないっていうぐらい綺麗です。安いモニターって、私も 4K の安いモニター使ってたりしたんですけど、この高級モニターに変えた瞬間ちょっと感動しちゃって、同じ 4K モニターでも色味だったり綺麗さっていうのがねもう全然違うなっていう風に思ったんですけど、この高級モニターと比べてそこまでなんか差があんまり
感じられないなっていう風に、思うっていうことは、おそらくこのモニターね、なかなかねクオリティっていうのは高いんじゃないかなっていう風に私的にはね思います。前の 4K モニターが良くなかったのかな。はい、そしてこちらの非表示領域とベゼル部分なんですけど、こちら合わせても 0.5 ミリぐらいで、まあ、そこまでねめちゃめちゃ太くはないのかなっていう感じです。この非表示領域じゃなくてこのベゼル部分がね太いと、この画面をね並べた時にすごいブサイクになっちゃうんですよ。なんだけどこれはねベゼルが薄くて、この非表示領域はねこの右のモニターに比べて少しね太くはなってしまうんだけど、まあ、こっちの方が並べた時に綺麗にね見えます。まあ、全然許せる範囲かなって感じ。 IPS パネルなのでとてもね綺麗に見えます。視野角っていうのもめちゃめちゃ広いです。はい、次にこのモニターはスピーカーもね一応ついているっていうことで、スピーカーの音質がどんな感じなのかっていうのもね聞いていこうと思います。めちゃくちゃ楽しみにしてたある商品が届きました。お値段がなんと32,999円。はい、ということで、スピーカーもね、聞いてたんですけど、イノシンのスピーカーはまあ普通、やっぱり高級モニターのねスピーカーはピカイチでしたね。もうめちゃめちゃ音が綺麗に聞こえてたんですけど、それに対してこちらのイノシンのモニターっていうのは、今私がねもう一枚使っているゲーミングモニターもね一応スピーカーついてるんですけど、そのモニターのスピーカーよりもいいかなっていうぐらいのスピーカーの音質でした。まあ、やっぱりね少しねこもったような感じで聞こえてしまいますね。まあでもスピーカーがついていないモニターっていうのもたくさんあるので、まあスピーカーがついているだけね嬉しいところかなっていう風に私的には思います。比べてみて思ったことっていうのが、ぶっちゃけ動画だったり色味だったりっていうところはあんまり変わんないなっていう風に私個人的には思いました。すごいねこの光り方だったりこう綺麗に見えるなって思うのはやっぱりこっちのね高級モニターだなっていう風には思うんですけど、まあそこまでめちゃめちゃの差はねないんかなっていう風に思いましたね。で差がね大きい、全然違うなって思ったところっていうのが、まず機能性、このメニュー画面の操作のしやすさ、あと画面のモードっていうのも、オーディオのモードっていう種類っていうのもねたくさんあるので、そのあたり機能性が豊富なのはやっぱりこっちのモニター。でこっちのモニターのデメリットっていうのが、このメニューの操作のしづらさ、ちょっとねしづらいんですよね。このモニターのメニューっていうのが矢印キーが左側が下で、右側が上になってるんですけど、私だけなのかな、左が上で右が下っていうね、認識なんですよ。そのあたり逆だからめっちゃ使いづらいなっていう風に、ぶっちゃけ思ってしまいました。モニターのこのモードの変更っていうのは4つあるんですけど、そこまでね差はないのかなっていう感じが私的にはしたので、まあそのモードの切り替えの豊富さっていうところはこっちがね劣るのかなっていう感じです。で前回のイノシのモニターっていうのが設定結構入れらないとあかんなっていう風に話してたんですけど、今回のモニターはもう標準のね、モードのままでももうめちゃめちゃ綺麗でした。それだったら3倍も4倍もね安いこっちのモニターを使うのもありなんじゃないかなっていう風に思いました。でまあそもそもねこっちとこっちってリフレッシュレートもそもそも違うんですよ。同じ 4K ではあるんですけど、こっちは 60Hz までしか出なくて、こっちは 144Hz まで出るモニターなんで、値段っていうのもその分ね高くはこっちのモニターになってるんですけど、まあ、その点全部含めてもめちゃめちゃコスパ高いよ。でサブモニターってやっぱりメインじゃなくて、もうサブはサブなんですよ。サブなんだけど 4K モニターが便利なんですよね。でもサブにはそこまでお金使いたくないなって思うじゃないですか。でもこのモニターだったら出せるかなって思えるようなね
価格っていうところでサブモニターにご利用ししたいモニターだなっていうふうに思いましたね。だって 4K で10万とか辛くない？無理じゃん。はい、というわけでこちら今回は比較していきました。でこちらのイノジンのモニター本当に良かったので皆さんもぜひ買ってみてください。こちらのモニターの Amazon ページを概要欄に貼ってあるのでぜひそちらもチェックしてみてください。そして私別日に撮ってまして、これ今動画をそう別日に撮ってまして、ドスッピンなんですよ今ね。なので今日はねこれぐらいでお別れしたいと思います。以上みさきみさでした。じゃあのー。